皆さんこんにちは、春です。私は今カナダのアルバータ州にあるエドモントン国際空港に来ております。今回のエドモントン滞在期が終わりまして、今日はカナダの格安 LCC のコリア航空に乗ってバンクーバーに帰ります。空港が好きな方、飛行機が好きな方、そして旅行が好きな方、一緒に行った気分で楽しんでいってください。それではレッツゴー。ちょっと外が雨降ってて中で撮影しております。このエドモントン国際空港はカナダの中で5番目に大きい空港だそうで、プライオリティパスが使える、あの無料で入れるラウンジなどもあるんですね。今日は搭乗3時間半前に来たのでゆっくり過ごせると思います。あ、カナダの、あの安くて美味しいティム・ホートンズドーナツがあります。でもラウンジあるから行かない。私はラウンジでいっぱい食べる。はい、2階にやってきました。なんか不思議な感じだな。どこ行ったらいいんだろう。あ、これか。バンクーバーフレアエアライン11時10分発64ゲートですね。了解です。はい、ではチェックイン完了しました。フレア航空ってあのかなり格安で乗れるんですよ。今回の飛行機もエドモントンからバンクーバーまでなんと5900円だったんですよ。めちゃくちゃ安いんですけど、自分でオンラインチェックインをせずにチェックインカウンターでチェックインすると1人につき25ドルかかるんですよ。めちゃめちゃ高いですよね。そのチェックインにお金かかる航空会社ってあるんだって感じなんですけど、フレア航空って普通にこうフレア航空のウェブサイトで予約すると予約ってできないんですよ。多分これ現地のカナダの発行のクレジットカードとかじゃないと予約できないとか何かあると思うんですよね。毎回ウェブサイトで予約できたことがなくって、いつもスカイスキャナーで検索して GoTo ゲートっていう予約代行サイトみたいなところで予約をしています。しかもですね、聞いてください、搭乗時間11時10分だったのになんと2時に変更になりました。深夜2時で、ボーディングタイムが1時15分なんで搭乗開始して45分後に出発っていうような感じなんですけど、うん、まあでもラウンジ行けるし編集もしたいしいいかな。今回はゆっくり空港内回れるっていうことで、まあ、なんか逆に嬉しいですということでゲートくぐってきます。では制限エリア内にやってきました。見てください、夕焼けが綺麗。夕焼けがめっちゃ綺麗。雨止んでますね。もしかしたら飛行機早く飛ぶかもしれないですね。ワンちゃんかわいい。みんな一緒に旅行できて、なんとにゃんこも一緒に旅してるみたいです。こんなケースあるんや。いや、かわいい。やばいことに気づいてしまいました。なんとラウンジ夜の7時半までだった。どうしよう。だってあと5時間ぐらいあるんですよ、フライトまで。朝の4時半から空いてるラウンジやのに閉まるの夜の7時半なんや。もしかしたら飛行機遅延してるとかの理由で空いてないか、空いてないと思うけど、ちょっと一応見に行ってみようと思います。52番ゲートの近くにあるって書いてたんですよね。ここ52番。あ、これだ。プラザプレミアムラウンジ空いてないよな。一応行ってみようかな。ドアは開くな。Hello. Good. How are you? Ah, it's closed. Okay. Thank you. え、そうです。こんにちは。日本人の方ですか？え、本当ですか？ありがとうございます。びっくりした。フレア航空フレアが遅延してしまって2時になりました。残念なことにラウンジ空いてなかったです。空いてなかったけど、目の前のエアカナダのスタッフさんがね、なんと日本人の方で、しかも私のチャンネルを見てくださってる方でした。本当にありがとうございます。
やっぱり視聴者さんにこう面と向かって頑張れって言われたら本当に頑張れる。通路も狭めですよね。なんか落ち着くんですよ。こんな感じで充電しながら休憩できるスペースも結構たくさんあって好きだな、この空港。あ、ショップも閉まってはないか、まだ。え、エドモントンのお土産みたい。うわぁ、エドモントンって書いたロンティ。ポストカード発見。1枚2ドルぐらいですね。カナダ何十年同じデザインなんだろうって感じのデザインですね。エドモントンのキャップは2つで30ドル。まあ、おそろで皆さんいかがでしょうか。せっかくなんで奥の方まで行ってみましょう。人がね、人がいっぱいいるのが嬉しいな。全然寂しくない。ベルギーのビールカフェとかある。面白い。ベルギアンビールとか飲んだことないかもしれん。これバー的な場所すごい多いです。休憩所多いのがいいですよね。ここは子供が遊ぶ場所なんともあります。見て見て、ドリンクホルダーついてる。いいですね。ここには2席に1席足置き場もあります。すごいな。なんかこれ、こういう椅子見るの初めて。もう一番奥までやってきてしまったんですけども、あの保安検査を過ぎて左側にしかまだ行ってないんですよ。なので右側には何かあるかもしれないんで右側も行ってきます。そして今日はもう制限エリア内を全部回ってどこが一番快適に過ごせるかを探そうと思います。次いつエドモントンに来るかわからないんですけど、もし今後来る人のためにちょっと私は今から頑張ろうと思います。今のところこのゲート58前のこのエリアが充電もできて作業とかもしやすいと思います。で、疲れたらここにあの3つ連なってるソファーとかあるので横になって寝るのにもいいと思います。58番ゲート前です。マッサージチェアもありますね。やっぱこうやって寝てる人も結構多いし、このタイプのソファーあるの珍しいですよね。エドモントンすごい。ちょっとしたドリンクとスナックコーナーがありました。お水いくらぐらいだろう。お水の値段は書いてないけど、コーラ3ドル49、ネスティー紅茶は4ドル、リンゴです4ドル。このコアパワーってやつ8ドルしますね。高い。多分この感じでいくとお水多分3ドルぐらいかなと思います。サンドイッチとかも値段が書いてないな。お、すごい33ドルのジャーキー。ジャックリンクス、よく見るジャーキーは14ドルしますね。結構高め。機内で買うのとそんなに値段変わらないんじゃないかな。ここの保安検査を抜けた目の前のこの広場も過ごしやすいかなと思います。まあ、居心地いいというよりかは、あの端っこの方とかにコンセントがねちゃんとあるんですよね。さっき私もね来た時充電してたんですけど、ここは静かでおすすめです。では保安検査場を出て右の方に進んでみましょう。すぐスポーツバーが出てきました。やっぱお酒飲むところはよく空いてますね。あ、すごい。こことかもちゃんと椅子が革張りといいますか、柔らかい合皮の革でできてます。お尻に優しい。こんなのもいいですよね。3つつなげたら普通に寝ることもできるんで全然いい。え、なにこれ、面白いの見つけた。アルバータ大学、アルバータ州大学になるのかな、のグッズが売ってますよ。え、面白い。アメリカってよくこうあの大学のテディベアとかありますよね。このベアとかタンブラーはかっこいいな。わ、なんかいいな。アメリカとかも UCLA の大学のグッズとかめっちゃ可愛いじゃないですか。こういうのちょっと全然私関係ないけど持ってたらなんか頭いい気分が味わえそうショットグラス売ってる。テディビア気になるな。
あ、テディベアは22ドルなんでそんな高くないですね。キャップは結構高い、4500円ぐらいする。こういうのはカナダっぽくて可愛いですね。面白い。スウェットパンツまである。55ドル。でショットグラスは10ドルですね。もうこっから先はお店とかも何もないみたいですね。ちょっとおしゃれな病院の待合室感ありませんか？答え出ました。私的には58番ゲートが一番こう充電したり作業をしたりとか、近くにレストランとかもあるし、いろいろと便利かなと思いました。ですが、保安検査場を抜けて右側に入った方がこう人もいなくって、こう静かにこう寝たいなとか作業したいなって方にはおすすめな感じです。フレア航空は機内でドリンクとかも出ないので、ちょっとお水は生きるために買おうと思います。どっちがいいんかな、同じ値段かな。 Sorry, how much for this? $353. Okay, thank you. $353. 3ドル53セントやったら待ってコーラの方が安いわ、不思議。決めた。このネスティーナノーシュガーのレモンアイスティーにします。これが3ドル99セントなんで400円ぐらいです。 Hi, can I get this one? $427. Okay. Thank you. Ah, no, thank you. Good night. 税込み4ドルちょっとで購入できました。では58番ゲートにやってきました。ここめっちゃ良くないですか？ソファー2つ、充電するとこ4つ、机があります。で、ゴミ箱と草もあります。じゃあ、はあ、いい感じ。ほんのりお尻があったかい。はい、ということで拠点ができたんで、今からありとあらゆるものを充電していこうと思います。いまだにね、ガジェット系はこの楽天で1000円で買ったこのガジェットボックス使ってます。昨日の食べかけのチーズのお菓子も入ってます。ではレモンティーいただきます。乾杯。美味しい。さてさて、もう空港内も取り終わっちゃったし、私はすることがありません。どうしよう。そう、今日保安検査通るときに別室ではないんですけど別のレーンに連れてかれて、スタッフ1人対私1人みたいな場所があって、そこでめちゃくちゃ細かい検査を受けたんですよ。もうまずこのパソコンとか iPad とかも全部カバー外して、なんか機械でこうやってカチャ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 って調べられたりとかして、ちょっと怪しく見えたんかな私。なんか悔しかったな。いろんな人がいる中私だけ声をかけられてそこのレーンに通されるみたいな。とりあえず今日家帰っても編集しようと思ってたんでちょっと編集します。あれですね、ビア鉄道の1日目の動画ですね。2時間31分29秒53もある。2時間半。これはカットだけでも5時間コースですね。もう見るだけでも2時間半かかるから。まだ12時にもなってない。あと1時間半ぐらいしたら搭乗開始になるんで、ちょっとそれまで頑張って進めようと思います。ではカットもだいぶ進んだんで今からゲートに向かおうと思います。今1時10分なんで搭乗5分前ですね。でゲートが4つ先の64なんで、まあ大丈夫でしょう。カットね、11分30秒まで行きました。あと2時間20分分ぐらい。今日は寝れなさそうですね。でもやっぱビア鉄道が楽しすぎてカットもめっちゃ楽しいです。早く動画にして見てもらいたい。でもこの動画が出る頃にはきっともうこの動画が出てるんで、いかがでしたか？楽しんでいただけたら嬉しいです。では行ってきます。64番ゲートなんで6つ先ですね。あーでもすごい、まだ全然人がいます。
これは帝国のフライトなんかみんな遅延して残ってるんかどっちでしょうね。え、何あれかわいいあれいいな、乗せてくれないかな、一人乗りか。1時15分搭乗予定だったのが今1時40分なんですが、今ちょうど私たちが乗る飛行機が到着してお客さん降りてってますね。30分後ぐらいかな乗り込めるの。はい。やばい、泣きそう。今までフレア航空ってリュックサックでいつも乗ってたから知らなかったんですけど、リュックサックは無料で持っていけるらしいんですけど、背中にからえないもの、こういうちっちゃいスーツケースはもし空っぽでも料金を払わなきゃいけないらしくって、チェックインの時は多分私のバッグに気づいてなかったんかな、持ち込みだけですって言ったから無料だと思ったんですけど、なんと77ドル請求されちゃいました。つらい、飛行機代より高い。うわー、これはちょっと痛いな。もう遅延するしお金払っちゃうし、なんかチーンですが、勉強になりました。もう次フレア航空乗るときは絶対リュックで乗る、絶対リュックで乗るということで、行ってきます。バンクーバー帰ります。はい、ハロー。では座席こんな感じです。やっぱ飛行機綺麗ですね。夜中だからもう窓側じゃなくていいやと思って座席指定しなかったんですけど、窓際になりました。嬉しい、それだけ嬉しい。足元もね、拳 2.5 個分ぐらいあるし、充電もできます。よかった。そしてなんとですね、遅延したからメールに10ドル分のバウチャーが送られてきてたんですよ。なんとなくメール見たらそういうのがあって、10ドル分使えるんで10ドル以下のやつを頼もうと思います。これとかいいかも、この真ん中の8ドルのチップスとクラフトビールも最高じゃないですか。これ頼もう。これちょっとしたお菓子はだいたい300円から500円ぐらい、ホット&コールドドリンクはだいたい300円台ですね。お酒もビール、ワイン、あといろんなスピリット系もあります。では2時25分になって飛行機が動き出しました。多分バンクーバーには時差があるんで3時前には到着できるかなと思います。もう電車も止まっちゃってるんで、多分着いたらタクシーで帰るかなと思います。では行ってきます。Et prendre la carte des consignes de sécurité qui se trouve dans la pochette du siège devant vous. Ces quatre portes sont munies d'un toboggan qui se gonfle automatiquement.
い、というわけで無事にバンクーバー到着しました。なんかいろいろありましたね。で結局10ドルバウチャーが使えなかったんですよね、機内で。で空港内のお店なら使えるかなと思って唯一空いていたセブンイレブンに行ったら、これは使えないって言われたんで、結局この10ドルバウチャーはどこで使えたんだろう。もしかしたらエドモントン国際空港の中の露店とかでしか使えなかったのかもしれないです。そのクーポンについての説明とかは特にスタッフさんからはなかったので、謎に包まれたまま終わってしまいました。なんでこういうことがあるかもしれないので、もし飛行機が遅延したときは一度メールを確認してみましょう。何か来てるかもしれないから。今回は飛行機が3時間半ほど遅延して夜中の3時ごろバンクーバーに到着しました。荷物を預けるのにお金がかかったり、10ドルバーチャーも使えなかったり、でこの後タクシーを捕まえて家に帰るんですけど、やっぱ遅延した分そのタクシー代も自分で払わなきゃいけないっていう、やっぱり安い航空券予約するとこういうことも起こるので、いつも LCC 乗って、まあ、安く抑えてる分、まあ、たまにこういうことが起きるのは仕方ないと思います。ちょっと自分に言い聞かせながら言ってます今ですが、今回は経験値としては自分の知識にもなったので、今後の人生に役立てていこうと思います。では今回の動画こちらで終わろうと思います。この動画面白かったよという方はぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。